はい、ということでどうもこんにちは、キーナです。今回はついにね、4周年の、後半についての情報が出てきましたね。めちゃめちゃ楽しみで、レジェンズの、公式ツイッターさんの方で、そちらのツイートがされています。4周年、第2弾の生放送決定。4周年後半に開催されるイベント情報盛りだくさんでお届け。今なお記憶に残る名シーンがついにって書いてありますね。はい、これめちゃめちゃ楽しみで、放送日時が、6月の21日、今度はね午後の11時かららしいですね。なんで夜遅くということで、いつものゆるレジの時間と一緒かなと思います。はい、めちゃめちゃ楽しみで、今なお記憶に残る名シーンがついにって書いてあるんですけれども、こちらね、僕これパッと見た感じ、あのキャラクターたちなんじゃないかなと思いましたね。はい、まあ、本当に直感ですけれども、ちょっと並べていこうと思います。はい、やばいですよ。うん、で僕の立てた予想なんですけれども、あれじゃないかなって思いましたね。はい、まあ、適当に並べるんですけれども、ちょっと携帯とかはあんまり考えないでほしいですが、はい、悟空フリーザじゃないかなって思いましたね。はい、記憶に残る名シーン、やっぱりね、なんだろう、ドラゴンボールスーパーのラストを飾る名シーンだなって思ってますし、まあ神作画とも言われてますし、やっぱりドラゴンボールスーパー最高の瞬間って考えるとね、まあ悟空フリーザのあの場面なんじゃないかなって思ってしまいました。もちろんね、まだまだスーパーの話ともなってないし、他にもね、ドラゴンボールの名シーンなんてアホほどあるので、まあ本当に僕の直感に過ぎないんですけれども、僕は悟空フリーザのことを言ってるんじゃないかなってちょっと思いました。はい、そんな感じですね。で一応前半に身勝手な悟空いけるっていうことで、まあその後のね話でもありますので、はい、まあなんか後半っていう掛け合いと考えてみても、悟空&フリーザワンチャンありえるんじゃないかなっていう風に思いました。はい、もちろんね、僕としては合体戦士のキャラクター来てほしいですし、ウルトラスーパーベジットでね、はい、ベジットソードとか、めちゃめちゃ期待していきたいですし、うん、まあでもそんな感じですね。ただなんだろう、未知思想のキャラクターなんじゃないかなっててちょっと思ってるんですよね、名シーンって言ってるから。うん、だから悟空フリーザっていう風に僕は考えましたね。はい、そんな感じです。はい、めちゃめちゃ期待していきたいところ、マジでクソ楽しみ。うん、ついにね、レジェンズ4周年の後半が始まるよということで、で21日なんでもう来週ですね。僕ワンチャン29日かなって思ってたんですけれども、やっぱり、共闘のシーズンもね、そのちょうど22日に変わるということで、その前日の21日に生放送するっていう感じなんでしょうね。はい、というわけでめちゃめちゃ、楽しみなね、レジェンズ4周年後半がついに始まります。もうね、今のうちに、意思ばっこりと貯めておいてほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。マジで来たね、本当にいよいよって感じ。やっぱりレジェンズフェスティバルの前半っていうのは、まあ、あ、フェスティバルじゃないわ、4周年の前半っていうのは非常にね、まあ、楽しませてもらったんですけれども、まあいろいろなね、まあクレームとかも多かったみたいで、まあ人によっては過去最悪の周年とかね言っている方もいたんで、うん、まあ後半でね、本当に何でしょう、拭ってほしいというか、うん、評価をねばっこり、やっぱりレジェンズって最高のゲームだなって思わせてくれるような、めちゃめちゃねいいゲームに変えてほしいなというふうに思いますね。本当にクソ楽しみだわ。うん、でまあ僕の予想としてはダブルステップアップガシャかなっていうふうに今のところ思っているので、そういった意味でもね、まだまだ合体戦士の、キャラクター普通に出る可能性もあるし、ダブルアップでまあ極振りと一緒に出るみたいな感じかもしれないし、本当にいろんなことがね考えられるようになってきたかなというふうに思います。マジで、うん、またまたレジェンズのねやる気が上がってきましたね。まあもちろん前半の方もそうだったんですけれども、これからもねレジェンズ4周年、めちゃめちゃね動画上げていこうと思いますので、ガチでチャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。はい、いやー来ましたね、マジで。うん、ずっとね待ちわびていたあのキャラが出ますよっていう感じなんで、本当になんかね、かつてないほどのクオリティと、素晴らしい演出を見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますね。でウルトラの可能性もめちゃめちゃあるからね。はい、いやークソ楽しみだ。うん、
ということで、せっかくなんでね、もう最速で動画を上げたいと思いますので、ここからちょっとノーカットで PVP 一発やっていこうかなというふうに思います。はい、ということで行きましょう。よろしくお願いいたします。結局ちょっと電話かかってきてカットすることになりましたね、すみません。はい、ということで一斉やっていきましょう。いやマジでどうなんだろう、本当になんか来そうなキャラクターあったら教えてください。めちゃめちゃ楽しみだわ。うん、4周年ちょっと待ってね、音下げてうるさいんで止めて、じゃあ止められてだ。あ、待って、押しちゃった、危な。タックルはしっかり反応してまして、オッケー。この身勝手ちゃんがね、さらなる活躍を見せてくれるようになるんでしょうか、極振りの登場で。タックル回避でいいわ、うん、いやー周年後半か、早いもんですね。でも身勝手が登場してもだから一月ぐらい経つってこと、やばいな。そう考えるとさすがに回避見てると、まあ、ここを打っていいかな。うん、ユヒゲあるって思ってますね、相手。いやーもううまい感じに止めてくる。熱っ。怖っ。ここ打っていい。オッケー。ばっこり通りまして、射撃連打して、ライジング行こう。まあね、悪の系譜が、まあ4周年登場したことによって、まあ、若干、まあ強いんですけど、余裕で強いんですけど、身勝手とかの登場でちょっと減ったっていうことがあるんで、また系譜がやばいことになるかもしれないって考えるとあれだけど、やっぱりあの名シーンって書いてるから、まだ劇場版のキャラクターは出さないのかなっていう風にはちょっと思いましたね。座って反応して即回避 OK、よーし、ばっこりつなぎましょう。もうフェスティバルからもう半年以上経つからね、本当に早いなって思いますね。もうそのうち次のフェスティバルとかも来るんだろうな。玉吐き入れて座りましょう。強すぎだ、めっちゃ単発押してくるな。相手弾ないと思ってるんだけど、あーもうやられた。ここ出して、あ、オッケーオッケー、よーし、弾吐き入れたんでバンギリと倒して動画を締めましょう。ずらし特殊でいいかな。オッケー、顔すご。あ、でも第一から行った方が良かったわこれ。止められるわ、うん、よくないわ。94、反応してくるかな。キャラチェーン圧します。おお、マジか。じゃあ射撃で、もうバッコリ削られてもいいから、もうどんどん消化させよう。 OKOK4 なんでここで帰ってくるかな。外すか。 OK。 いやマジでどうなるんだろう。でもダブルステップアップやと思ってるんですけどね。あ、倒しきれない。打っていいや。オッケー。はい、終わらせましょう。前半がね、身勝手1体だけだったんで、目玉が。返してくるか、ああしないかだと僕は思ってます。なかなか倒させてくれないな。ちょっと動画の時間が伸びちゃうから。いや、オッケー、よーし。はい、対戦ありがとうございました。ということで、4周年のね、後半の生放送がついに始まります。楽しみにしましょう。